自白してるんだろ。だとしたら間違いなく死刑だろ。でも強盗殺人2度目って結構えぐいっすね。依頼人の利益になるのに決まってるだろ。どっちが本当かなんてどうせ分かんないんだ。ここでは誰も本当のこと話さない。本当はなんで殺したと思ってるんですか。